びっくりしたなもう。偶然だね。あ、もしか恋の花咲く足利島大花火大会行くの？そう、それは空耳とは言わないよ。違うよ。赤手紙通りの取り越し小太郎だよ。取り越し不応だとしてもやっぱり使い方が間違ってるよ、響ちゃん。それに俺しんね。すぎてたまらない、ワクワクドキドキ花火大会ラー。
めた方がいいかもよ。うん、きっとつまらないものだよ。私にもわかんないよ。
レビに出てる人だよ。テレビ？すっごい。どこどこ？もう行っちゃったよ。なんだ、残念。私セレブって見てみたかったよ。怖くないよ。眩しいんだよ。だからタマ、目を開けてないと花火見えないんだよ。大丈夫だよ。目を閉じても花火は。自分が見れないんじゃ全然意味ないよ。目を開けてみなよ。でも自分が見てなくても世界に意味があるよ。え？何？私は、私にも聞いてほしいよ。へえ、私だって聞いてほしいんだよ。めちゃくちゃすごい楽しかったんだから。は、いない。携帯持ってないよ。
ところでしゃがんで何してんの？あたしとショーゴ、タマのこと探してたんだよ。ホタル。あ、あたしのホタル。私が一番最初に見つけたから、私のだよ。ね、タマ。うん。タマ？タマ、欲しいんだとしてももう遅いよ。だって、早い者勝ちだよ。普通そうだよ。ね、ショーゴ、あれ取って取って。私のホタル。